どうも、ナンパニーのゲーム実況チャンネルのナンパニーです。今回は世界で一番操作性が悪いゲームやっていきたいと思います。なんかタグにホラーとかアクションとか書いてあったんだけど、ちょっとどんなゲームかは分かってないです。ってことで、やっていきまーす。スタート。もしもし。喋った。なんか、気持ち悪い。進んでいいのか。なぜクリックをするんだい。え？スタート。スタートを押すんだよ。最高のゲームの始まりにふさわしいようにね。え？スタート押してる。わからないのか。S とキーと A と R とキーを押すんだ。え？どういうこと？なぜこんなことをするのかって。やはりプレイヤーには特別なゲーム体験をしてほしいからね。どういうこと？どういうこと？え？わからないのか。S とキーと A と R とキーを押すんだ。え？わからないのか。S とキーと A と R とキーを押すんだ。ああ、そういうこと？あ、そういうこと？ S と T と A と R。 うわ、これ左手気持ち悪い。ゲームの自由度は高ければ高いほど良い。まあ、関節を自由に動かせるという最高のゲーム体験を用意した。はい。Z キーで左の膝を時計回り、 X キーで反時計回り。そういうことか。 A キーで左の足の根元を時計回り、 S キーで反時計回り。うわ、いや、すまない。左の足っていうのはつまりこっちから見て左だから右足だ。天キーで右の膝、違う、左足の膝を時計回りだ。あ、天キーじゃないぞ、天キーのことだ。9キーで右肘を時計回りにできる。9キーじゃないぞ。9キーは9キーで役割がある。いや、もう意味わからんこいつ。9キーでは左肩を半時計回りだ。9キーは右肘を時計回りね。覚えているか。あと、何を説明していない。ああ。おっと、R キーはリトライだった。それとこれは主人公をゴールに導くゲームであることを覚えておくように。まだ説明を聞いているのか。もうステージ1くらいクリアできてもいい時間だろうに。待って、操作性マジで悪い。こうだ。見つけた。え？オッケー。おめでとう。オッケー。進むを押して次のステージに挑もう。セーブ消去になってる。進む？これ？え？進むを押して次のステージ。あ、膝を時計回り、X キーで半時計回り、A キーで左の足の根元を。お、 おめでとう。進むを押して次のステージに。え、進むを押して。ゲームの自由度は高ければ高いほど良い。関節を自由に動かせるという最高のゲーム体験を用意した。Z キーで左の膝を時計回り、X キーで半時計回り。だんだん上手くなってきた。え？セーブ消去。はい。やり込みゲーマーに寄り添う開発者でありたい。そのためにはやはりセーブ消去機能は必要不可欠だろう。ユーザーフレンドリーを意識して、いろんなところからアクセスできるセーブ消去機能を実装したのだ。いらんな。いらんな、その機能。ゲームの自由度は高ければ。え、進むがないんだけど、これどうすればいいんだ。裏かーい。裏かーい。ゲームオーバーは最高のスパイスだ。プレイヤーにはたくさんゲームオーバーを体験してほしい。苦労すればするほどクリア時に達成感が得られるからね。わからなくもない。いける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 。はい。マーケティングはユーザーのインサイトに応えなくてはならない。ターゲティングを考えず無理に CTR を上げても意味がない。それこそがマネタイズにはマストな一周である。あー、なるほど。広告ってことか、マネタイズ。あー、なるほどね。極めて高い自由度のキャラメイクを用意してみた。全6兆5000億の組み合わせが楽しめるぞ。
これで主人公が1キャラのゲームと比較して6兆5000億倍の面白さを担保できると言っても過言ではない。過言だわ過言だわ。もうこんなもんか。はい、いるかこの機能。おお、ちゃんと反映されてる。なんと素晴らしいキャラメイクなんだ。ええやん。画面いっぱいに映してあげよう。え？じっくり見たいだろう。ゲーム画面は？ゲーム画面は？ゲーム画面は？うわー、操作性マジで悪いな。よいしょ。いいんじゃない？いいよ。いいよいいよ。いいよいいよ。いった。あ、いいんじゃない？よし。いいいいいい。人数を増やしてゲームをクリアする。再び失敗した。このゲームは難しすぎる。何押せばいいの？あなたは完全にクリアできる。はい、アプリをダウンロード。急に始まったな。割るゼロって何？そうだよね、割るゼロはできないもんね。いやもうしっかりエラー入ってるならもうこれ想定してるだろう。え、なんだ、なんで戻ってきた。いやエラー考えてるだけ偉い。数字をゼロで割ってはならない。世界にはそんなルールがあったのか。いや聞いたことあるけど。とにかくやり直しだ。ゲームにはエラーがつきもの。寛容な精神が大事だぞ。お互いに良い学びになってよかったな。よかったな。行くぞ。ゲームの自由度は高ければ高いほど良い。反映されてる。関節を自由に動かす。いいでしょう。人数を増やしてゲームをクリアする。再び失敗した。このゲームは難しすぎる。割るゼロしなきゃ大丈夫。あなたは完全にクリアできる。アプリをダウンロード。割る2。足す。足す。かける。割る2。足す。かける、足す。これ、これあれだな。触れそう。よし。さあ、最後どうなる？え？右上の×かな？いや。まだ諦めてない。右上の×かな。押すの怖え。押してみるか。あ、いいんだ。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。頭おかしくなる。だから思いつく限り全てのエフェクトを入れてみた。君の土俵に立てたのなら幸いだ。ゲームにとってグラフィックは入り口だ。グラフィックの時点で注目を引けないゲームは土俵にすら上がれない。だから思いつく限り全てのエフェクトを入れてみた。オッケー。君の土俵に立てたのなら幸いだ。これどうやっていく？これどうやっていく？とう、そう、うまっ、うまっ。ああどうやら色を変えればいいというわけではないらしい。うまっ。そしてバツでしょこれ。どうせホストをしてくれてありがとう。え、プレイヤー、なんかツイッターの方行った。え、他押すとこ特に戻るも違うしな。あ、そう。
ういうこと。掴めるんだ。思うにプレイヤーが自由に動かせるのが両手両足では足りないのではないか。人間に最も重要な器官といったら心臓だろう。ここからはリズムに合わせてスペースキーを押してもらおう。これうざい。リズムを合わせる BGM とかは用意してないが些細な問題だろう。はい。はい。これうざい。思うにプレイヤーが自由に動かせるのが両手両足では足りないのではないか。人間に最も重要な器官といったら心臓だろう。ここからはリズムに合わせてスペースキーを押してもらおう。あ、ダメなんだ。連打ダメなんだ。リズムを合わせる BGM とかは用意してないが些細な問題だろう。反対いっちゃうな。反対いっちゃうな。集中できない。集中できない。待って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 。集中できない。よし、このままいく。これ、集中マジでできない。よし。よし。音うるせえ。どっちの足あれ？お腹から生えてんのはどっちの足？こっちか。もうちょい。あ、もちろん私はロボットではない。人工音声だ。あー、うざい。進む進む。押さなきゃダメか。私ロボットじゃありません。はい。魚をすべて選択してください。何が違うのこれ。はいはい。これワニだよね確か。え、これとこれ一緒でしょ。はい。うわ、似てやがった。こうじゃない。マジでこっから全然進めないんだけど。お、あと1個じゃん。あと1個つけるか消すか。1個つけるか。きたー、だすげえ時間かかった。ここだけで。私の幼い日の記憶にはぽっかりと空いた空洞があった。何かがずっと何か重要なものを失っている気がしたのだ。ある日私は母、どうだやっぱりホラー展開は受けるだろう、とっておきの演出として大きい音を出してみた。どうだ。ええ、突然驚かせる手法はやっちゃダメなのか。リトライ。ジャンプスケアっていうの。ごめん。あ、ギャグ会ね。私の幼い日の記憶にはぽっかりと空いた空洞があった。何かがずっと何か重要なものを失っている気がしたのだ。ここはなんだろうな。どうだ。あ、なんか左にある。あ、そういうこと？逃げ切るんだ。わかった。
一番近いとこまで行ったけど。ああ、まだ先なんだ。そうだ。いや、私の幼い日の記憶にはぽっかりと空いた空洞があった。何かがずっと何か重要なものを失っている気がしたのだ。ある日、私は母親の日記を見つけた。どうして私にだけこんなことが起こるのだろう。どうしてあなたは生まれてきてしまったの。ごめんなさい、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 ごめんなさい。後から知ったことだが、私の集落では口べら。やっとクリアした。おめでとう。進むを押して次のステージに挑もう。長かった。ここまじしんどかった。絶対なんかあるから絶対読む。出た。以下の同意ボタンをクリックすると、このゲームはすべてのセーブデータを削除して、進行状況をリセットしてタイトル画面に戻ります。これだ。以下の進むボタンを押してください。OK、わかった。読みました。これだな。君はすでに達人の域だな。もう操作性に関してもすべて掴んだだろう。ひたすら右から流れてくるお手本とポーズを合わせてみろ。目標は10点だ。え？当たった。よし。いや、来てるでしょ。え？ダメなの？いやー、これもきついなー。これもきついなー。君はすでに達人の域だな。もう操作性に関してもすべて掴んだだろう。ひたすら右から流れてくるお手本とポーズを合わせてみろ。目標は10点だ。おお、そんなパターンあるんだ。よし。よし。なんか上手くなってきた。
ダメだ。あ、でも10点いってる。おめでとう。よし。最後のステージだ。あとは簡単なジャンプをしてゲームクリアだ。嘘だろ。ああ、ここではリトライ禁止にしている。嘘だろ。失敗したら何もかもが台無しだが、ゴールは目の前だぞ。よし。決めるぞ。ジャンプっていうか、落ちなきゃいいんだもんね。落ちなきゃ。落ちなきゃいいんだよ。落ちなきゃいいですよ。よし。一回ちょっと足閉じよう。これでいけんじゃない。よし、行くぞ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 。た来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 た、一発。よしよし、全クリー。しんど、このゲームしんどマジか。つらかった。いや、終わりのやつが一番しんどかったな。終わりのやつが一番しんどかった。あと何気にね、多分カットされてるけど、あの漢字のやつめっちゃやってる。漢字のやつめっちゃやってるから。あー、よかった。だいたいクリアタイム1時間ぐらいかかったな。とりあえず操作性の悪いゲーム全クリということで。あ、おたまくんだったんだ、これ。大丈夫、多分著作権引っかかんないから多分大丈夫だよ。あ、オタマトーンやったんだ、なるほどね。あー、粘り強さよ。何最後何最後、外国人の名前、何外国人の名前、適当に書いてる、もしかして。別にこのゲームの制作とかに関わらず適当に書いてます。いや、適当に書いてるな、絶対これ。絶対いっぱい名前書けばいいと思ってるでしょ。いや、割といそうな名前だけど。開発時に作業用に流してたアニメ書かなくていいだろ。セカンドシーズン書かなくていいだろ。しりとり、リバイバル、ルーズリーフ、スール、ルギー、いや、書かなくていいだろ、これ。これ書かなくていいだろ。ルイージからのシールはいいのか。シール、ルーク。あ、もう濁点はいいんだ。急に感じ。急に感じてきた。うん、ちゃんと見て終わった。唇ルパンでいいじゃん、そしたら。いや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 。外国人の名前2やん。いやいやいや。絶対いらん。絶対いらん。適当でしょ？適当でしょ、これ。いらんいらん。さっきより多くない？いらん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 。マジでいらない。マジでいらない。適当だろ。いらん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 。絶対開発者に関わってないじゃん。いらんいらん。いや、いらんだろ、これ。日本人の名前2でしょ。終わったか？終わったかな？お、あー、ありがとうございます。そしてあなた、ありがとうございます。思ってます？よしよし。よし、終わった。終わったー。お疲れ様でした。なんで2回目？なんか押すのかな？
エンド押すのかな。押すよ。いや、もうちょっと見てみようかな。もうちょっと見てみようか。いや、押してみるか。クリアおめでとう。あ、出た。ユニティルームにログインしてるならランキングに入れておいたぞ。ちなみに今からログインしてもランキングには乗るぞ。ログインしていないならしてくるといい。本当にプレイしてくれてありがとう。ありがとうございました。とまあなかなか苦行だったんで、皆さんももしよかったら遊んでみてください。ってことで以上ナンパニーでした。またね、お疲れ様でした。僕の関節もあんだけ動かないかな。